小谷古墳は、奈良県柏原市鳥屋町にある古墳。奈良県指定史跡に指定されている。奈良盆地内園、海吹山から北東に伸びる尾根の先端部難斜面に築造された古墳である。一帯では、古墳発起からなる古墳群が分布し、その東端に位置する。これまでに、墳球報道の大部分が流出しているほか、発掘調査は実施されていない。墳形は明らかでなく、 円形、または、方形と推定され、長さ約30メートル、高さ約8メートルを測る。主体部の埋葬施設は、両袖式の横穴式石室で、南方向に開口する。河口岩の巨石の切り石を用いた、整備な大型石室で、岩や山古墳に類似する岩や山式石室になる。現室内には、兵庫県加古川流域産の清掃。 ハイアロクラスタイト製のくり抜き式形石棺が据えられる。未調査のため副葬品はつまびらかでない。このオタリ古墳は古墳時代終末期の7世紀代の築造と推定される。当時としては大横領クラスの石室が構築された古墳として奈良県内では代表的な終末期古墳の一つになる。被葬者は明らかでないが皇族を含めた 有力氏族の墓と推定され、江戸時代には、最明天皇陵に否定する説も挙げられていた。古墳域は1975年に、奈良県指定史跡に指定されている。なお、小谷古墳の付近には、小谷東古墳があり、小谷古墳と、小谷東古墳と鬼二木一帯の総墓とする説が、挙げられている。石室元室手前に、栗抜き式形石棺。参考。 イネツカ古墳石室主体部の埋葬施設としては、両袖式横穴式石室が構築されており、南方向に開口する。石室の規模は次の通り。石室は、花崗岩の巨石の切り石が用いられた、整備なものである。原室は、奥壁、側壁とも2段積みであり、目地には、漆喰が使用される。原室の天井石は1枚。また、原室の床面は、 沿道よりも一段高く構築される。現室内には、兵庫県加古川流域産の清掃、ハイアロクラスタイト製のくり抜き式形石管が据えられる。外石は、かまぼこ形に近く縄掛け突起がないという、家型石管のうちでも、新しい形式になる。棺見は、長さ2.24メートル、幅1.16メートル、高さ0.82メートルを測る。 石室の形態としては、岩や山古墳と同様の特徴を有しており、岩や山式石室と捉えられるが、岩や山古墳石室とは、原室は同規模であるものの沿道は短縮されている。また、ミネツカ古墳石室とは、ほぼ同一設計になるとして注目される。前時代には、各地域の有力豪族同士で、石室がにる例は少ないが、終末期に入ると、 小谷古墳とミ熱ツ古墳のように地域を越えて、同一設計で石室が築造されるようになり、石膏集団が豪族管理から朝廷管理に移行した様子が示唆される。ありがとうございます。